RTA みたいな動きしなきゃダメだな。キャスのドローンにはこちらの攻撃が通りません。ネットワークバイパスを完成させ EMP 装置を起動させてください。キャスが応援を呼びました。対応としては当然です。弱点があらわになりました。攻撃してください。助けてくれ。この町からお前たちを葬ってやる。対象が撃ってきた。1つ目の EMP 装置の効果がなくなりました、はい、ネットワークバイパスで次のものを起動させましょう。増援だ。後ろに気をつけな。よいしょしょしょよいしょしょしょ。お前たちが見ているのは未来だ。進化した究極のセキュリティだ、はい、俺の邪魔をする者は全て排除する。そのまま弱点を攻撃してください。よいしょ。なんかダメージ受けてる。なんかダメージ受けてるわ。ドローンのシールドが復旧しました、はいはい、次の EMP 装置を起動させましょう、はい、気をつけな。増援を呼ばれた。はいはいはい、次は向こうだよな。お前たちの戦いは無益だ。誰にも感謝されない。はい、努力も犠牲も全部無駄だ。なぜわからない。よいしょ。身を隠せ。様子を見てくるわ。もしかしてだけど、被疑者を捕捉するためドローンを展開した。倒しきれないとループしたりする。これはこれはまさか。これはまさかこれでいけるのか。シールドが戻ってる。 EMP をチャージするんだ。フェアプレイの精神はどこへやら。
キャスが装甲部隊を呼び寄せました。嘘だご注意ください。嘘だ装甲部隊だと。いや待て、戻ってこい。落ち着け落ち着けよ。よいしょ落ち着け落ち着け。よいしょ落ち着け落ち着け。ほい。弱点があらわになりました。Okay. 攻撃してください。よし。いけたか。おい、チャチい見た目しやがってこの野郎。もういいだろう。これはもうさすがに死んだろう。さあ終わらせよう。生きてんのかい。上院議員かよお前は。やさっさと終わりにしよう。俺はロンドンを再び偉大にする。うん、うん、あ、だよ。いや、あ、うん、何でもいいや。はいはいはい。この子どっかになる？最初からだともうやだよ。さっさと終わりにしよう。ああ。これはロンドンを再び偉大にする。はいはい。勝手にしといてくれよ偉大に。よいしょ。俺は倒せない。俺には軍隊がある。俺の命令に従う軍隊が。ここを片付けたら、よいしょ。見つけるからな。町中を叩き、全員従わせてやる。はいはい。よいしょ。あ、所詮お前人型だからな。誰もお前たちの死を悲しまない。嘘だろ。ナイジェル？ナイジェル。ああ、さすがに生身じゃドローンには勝てないだろう。ドローンほど強いわけないもんな。レジスタンスとやらはロンドンの守護者にでもなるつもりか。さあね。でもあんたがそれを知ることはない。自ら重荷を背負うとは、最後には市民にも恨まれるだろう。奴らのためにしたことでもな。まあそりゃ、そりゃそうかもな。恨まれはするんじゃない？お前ほどじゃねえけどな。何が自分のためかなんて自分で決めることだよ。それが。お前たちの欠点だ。人を信じすぎる。街でいろんな奴を手当たり次第に勧誘してるだろう。そうだね。俺も昔は他人を信用したことがある。それで大事な人が死んだ。折衷はなんとかならんかな。いやでも無理だろうな。まあまあまあ死んだからな。死んだからもうナイジェルに関してはいいよ。終わったわ。ゼロデイだよ。ゼロデイ。これでキャスはリストから除外されました。うん、残念ですね。ゼロデイの正体は彼だと思っていたのですが、まだやらなきゃいけないことは山積みだ。ゼロデイは別だろ。キャスはもういないけど、ロンドンにはまだアルビオンが残ってる。とはいえこれで少しくらいは休めそうだ。ゼロデイの件も含めてな。結局ゼロデイは何なん？ここまで全然情報ないぞ。結局マリックもわからんかったし、クランケリーもでしょ？ロンドンの反乱。
というか右上の 0% EE はずっとあんの？強権を見事に仕留めたな。他に選択肢はなかった。お祝いをしなくちゃな。ほう。俺をつけ狙う奴も消えたことだし、そっちのセーフハウスに招待してくれないか。あとはもうゼロデイだけだね。